ティの今日はいい日、明日はもっといい日。はい、さい、2017年2月17日になりましたね。第72回目リューティーの FM ギノワンデーラジオ、その名もリューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、イエイイエイ。ではまあ初めての方々もいらっしゃいますので、私たちの紹介をよろしくお願いします。ケイ、私たちはさ、すごいよ。沖縄に来たら会いたいミュージシャンナンバーワンということで、ギターと三振の音楽ユニットです。名前はさ、琉球テイストを省略しまして、リューティーと申します。普段は CM ソング作ったり、生演奏したりと音楽に関わる仕事をしております。はい、パーソナリティはリューティーのギター担当の日賀聡。そして身長142センチ、小さいけどおとなだよ、てるきなたけみです。2時間お付き合いよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。沖縄暑いね。急に暑くなったね。暑いよ。今日車で来る時もさ、車のエアコンガンガンつけてきましたけど、もう寒くならないのかな。なんかそのまま春に行きそうな感じしますよね。ね、FM ギノワン近くの普天間神宮、普天間宮でもね、あの桜満開みたい。満開だよね今。綺麗ね。そうだよ。だからお参りの人もテンション上がるはずよ。うん、上がる。もう昨日ね、ちょっと行ってきたんですよ、普天間宮。そしたらもう桜のところでね、写真撮ってる方がたくさんいて。ね。自分も撮ろうと思ったんだけど。うん、並べないわと。なんで？すごい並ん、桜に並んでたのよ。ああ、うん、神様ちょっと嫉妬しないかな、ね、みたいな。一人で並ぶの嫌じゃない。まあ自分は分かんない。そんなに大丈夫な人。それでさ、普天間宮、あ、ちょっと話それるんですけど、はい、普天間宮行って、あ、ついでにあっち行こうと思って波の上宮、はい、あ、波の上宮じゃない、沖の宮行ったんですよ。はい、したらあのね、あそこ波の上宮って那覇の、ね、何の話よ、波の具、それとも沖の具。沖の具だ、沖の具。落ち着いて。沖の具行ったらさ、うん、あそこセルラースタジアム、はいはい、隣ですよね。巨人軍がキャンプしてるんですよ。そうですね。すごい人で混んでますね。でさ、何がすごいってさ、はい、その選手たちがさ、うん、ちょっとジョギングしようみたいな感じでパーって外に出るんですよ、球場の。はいはい、したらそこにさ、ゾロ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 みんな追いかけてきて、ファンの人たちが、なんかさ、練習風景を人に見られるってすごくない？すごい。なんか音楽でありえなくない？自分は見られたくない。だよね。何回も同じとこ歌ってるし。そうだよね。何回も同じ三振間違ったりしてるし。そうこっちまたやり直してるの、ただ見てるだけ。そう、それをさ、たくさんの人に見られるってどう？あー、無理。なんか無理。だよね。なんかさ、リハーサルもちょっと恥ずかしいじゃない？はい。練習見られる仕事ってすごいなって、すごいね、思いましたよ昨日。はい、以上です。今日の気温宜野湾市なんですけど、結構高いですね。20度。20度、やっぱ暑いね。風向きも南だしさ、めっちゃいいかも。本当ですか？お布団とか干したり、洗濯物干したり、お出かけ日和。干しましょうって感じです。はい、はい、じゃあ番組進めていこうと思います。お願いします。この番組は明日をもっといい日にしようということで、面白くないことは今日で片付けて、いいことはみんなで喜び、明日を快適にしますという番組です。ラジオへ参加する方法は3つ。メール、ツイキャス、ファックス、 FM ギノワンで検索してみてください。ユーストリームやサイマルラジオ、そしてリスラジでも配信中ですので、全国から全世界から参加できます。それでは10時台、皆様へ募集しているコーナーを発表してください。はい、それでは10時台、皆様に募集しているコーナーを発表します。まず1つ目、
アバサーバルーン。このコーナーはさ、今週面白くなかった出来事を一行で送ってください。一行で募集しております。だからラジオネームと今週面白くなかったことを載せて送ってください。そして2つ目、メールボックス。このコーナーではテーマがありまして、今日のテーマはスポーツ。ちょうど今ひがちゃんが野球のキャンプの話してた、スポーツに関する話なんですけど、スポーツとか、あと自分こんな部活動やってたよとか、なんかスポーツの失敗談とか、今ハマってるスポーツとか、スポーツに関することなら何でもいいので、ぜひぜひお寄せください。そして3つ目、うさうさバースデー。今週誕生日のあなた、そして大切な方へメッセージもお持ちしております。以上3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思いますので、はさはじかさしないで、はさはじかさしないでご参加くださいよ。はい、それでは懸命にコーナー名、そして本文にはデューティーネームを必ず書いてメールやファックスを送ってください。メールは簡単、 FM ギノワンのホームページより番組表をクリックするともうすぐ送れるようになってます。うん、そしてファックス番号 098-943-0094 でお待ちしております。はい、ひがちゃん、ひふみさんがツイキャスで、うん、脇汗ブシャーって暑いんだよね。自分も今脇汗すごいよ、ねえ、うん、あと久しぶりにヒーローニーが来てる。南部からかな。わわ、今日も自転車乗ってますか、ヒーローニー。どんなね、なんか自転車は今気持ちいい季節じゃないかな。ねえ、うん、いいぐらいかもしれないですね。ちょっと乗ってみたいね、サイクリングね。ねえ、ツイキャスいっぱい続いてます。後でまた絡みましょう。はい、はい、それでは大切なことを皆様に発表します。この番組は愛媛から青函職人の村上工業、そしてオーライ 120% ナルシストが焼くぜ、目玉焼きの入ったたい焼き沖縄粉もんの提供でお送りいたします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサー、マッチョイビンド。じゃあ、まあ一曲流して番組進めていきましょうか。はい、何にしましょうかね。ね、何がいいですかね。いいですよ、何か思いつくのあれば。急に振られるとね。 OK、 じゃあ南へ流れる雲にどうでしょうか。はい、わかりました。それではリューティーの曲で南へ流れる雲に。I cannot catch it now.
曲目はリューティーの曲で南へ流れる雲にをお届けしています。ではひがちゃん、この曲に乗せて、うん、今週たまりすぎたよ、うん、皆さんの面白くないことを捨てていきたいなと思います。ぜひこのコーナー、アバサーバルーンのコーナーに一行で文章を送ってくださいねって言ってあるんだけど、ひがちゃん一行で来てる？一行の方はいないね。ええ、一行って言ってんのに。それでは沖縄の言葉でアバサーとはハリセンボンのことでさ、アバサーのようにぷくって膨れてしまうような面白くない出来事を捨てるコーナーです。はい、ひがちゃん行きますよ。それでは今週のアバサーバルーン、いいですか？はい。埼玉のハチミツ一家です。お、今日一番にツイキャス来てましたよ。出張中で今日は消音&チラ見ができない。さっき休憩時間って言ってから見れるって言ってたけど大丈夫ですか？出張中ですよ。じゃあこちら、たけちゃん、ひがちゃん、こんにちは。味噌煮込みスキーです。ありがとうございます。ズバリ、休日の遊ぶ予定がキャンセルになった。張り切ってれば張り切ってるほどショック受けるよね。ね、遊びの予定がなんかキャンセルってちょっとね、嫌だね。わかる。まあ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 、まあ、他の面白いはずよ。そうですね、うん、そう考えましょうね、うん、何もなかったらよね。リューティーネームナンバー243、えんこさん。えんこさん、えんこさん、お久しぶり。いいですか？はい。最悪飛び石で車のフロントガラスにひび入っちゃった。マジで？うわ、これ超嫌。どういうこと？飛び石ってなんか例えば他の車がピヨンっていった石？いや、あの高速道路とかで前の車のタイヤに引っかかった石が飛んでくるとかさ、あるじゃないですか。最悪。よくありますよ。でもでもこれでフロントガラスが割れるほどってひび入っちゃった。イライラ。なんかすごいのがかかってますね。何？あ、なんかねすごい。今日捨てるのに勢いがありませんか？すごいエコーがかかってますね。ほら、うん、いや、これね携帯の問題だと思いますけどね。マジ？なんだろう。あ、こちらいいですか？はい。ノリノリです。ノリノリさん、ありがとう。これいいよ、一言、うん、眠い。同じ。自分も眠い。あ、たけちゃん眠い。なんか眠そうよ今日。眠そう。トロイ、ね、トロイ。ごめん。眠い。なんかね、理由も書いてるんですけど、ちょっと読んでいいですか？はい。たまたま金具に来た鶴瓶さんが、うん、ひがちゃんに、あんたのツッコミは最高や、そしてたけちゃんに、あんたのボケはおもろない、その言葉を聞いてたけちゃんが落ち込んでステージを泣きながら降りるという夢を見て寝れなくなった。何この夢。あ、自分のボケがね、ちょ、まずかったんだ。何このボケ。しかも鶴瓶さんに怒られるっていう。あ、怒られてみたいやつさ。いや、何が面白いかってさ、うん、この夢の中にノリノリさんが出てきてないことよね。ノリノリさんは観客だったんだね。人が怒られてる夢見てるっていうね。だからよ、ウケる。じゃあこちら、会員番号188番、うん、スキップです。はい。14日のギリチョコもらったが、ウイスキー入りチョコ30個、一人の僕に嫌がらせ。え、どういうこと？だからウイスキー入りのチョコ30個もらっちゃったんで、だから一人で食べるのきついなっていうことじゃない？30個ももらえるの？これすごいよね。すごいんじゃない？そういえば皆さんバレンタインどんだったの？ね、あ、自分さ、あの、うん、え、そうだ、リューティーにさ、はい、このバレンタインもらったじゃない。すごい粋なね、男性から。はいはいはい。あれちょっと話そうよ、うん、あの、いつもお世話になってるオーシャンスパっていう恩納村にホテルがあるんですけど、うん、そこでさ、私たちプールサイドとかバーで演奏してるんですよ、うん、その時にいつもお世話になってる音響さん、ね、鈴木さんがいるわけさ。そう、鈴木さんが男性よ、男性で、私たちこの日バーに入ってたんですけど、鈴木さんは別にそのバーの時には音響してないんだよね。そう、別現場にいるから ね。だけどなんかバーのカウンターに座ってて、うん、まあ、どうしたんだろう、珍しいなって思ってたんですよ、うん、そしたら自分たちのリハーサル終わった瞬間、
自分たちの控え室に来て、ポンってドアが開いて、あ、ワンホールケーキを持って、今日バレンタインなんでって来よったね。かっこいい、かっこいいと思って、こんなことできる人いるのって思って。かっこいい ね、 あんな、なんかさ、勝手によ、自分日本人のこのなんか風習かわからないけど、うんうん、女性からもらうものって勝手に思ってるのよ、うんうんうん、それをさ、うん、男性からさケーキもらうってかっこいい ね、 ね、できる男だわ。いや、こんなことされたら女の人、大体の人惚れるんじゃない。いや、惚れるんじゃないね、大正解大正解。ただ、あげたい人がもう人妻だったからね人妻であるし、男であるし、うん、まあまあ自分は男だったからねここが失敗だったね。ここで間違いここだけ間違いだったね。美味しいケーキだけまたね、うん、美味しかった。オーシャンスパにあるケーキとかさ、いろいろ美味しいんだよ ね。そうなんですよ、うん、ぜひあの一度バーにも遊びに来てください。皆さん、ね、来てみてください。自分今日チョコもらったのよ。マジ誰から？内緒。なんで今見たいがちゃんの顔似合ってしてた。て気持ち悪い。気持ち悪いとか言うなよ。捨てましょう。捨てるね。でもバレンタインでさっき送られてきてましたよね。それもお話ししましょう。そうだね。後でじゃあ、うん、あそこいっぱい来てるので紹介しましょう。はい。はい、忘れてた。アバサーバルーンだったね。うん、あといつ来てますので、はい。おはようございます。八王子のウチナーハーフの嫁です。ありがとう、嫁ちゃん。風邪ひいて声がおかま、仕事も行けない、おかげでラジオが聞けるどっちね捨てていいの、それとも丸していいのいいんじゃない、一回下げる、下がるんだけど自分で上げるって上げるでもうちのハウのさ、嫁さん声のお仕事してるじゃないですか。そうだね、声のお仕事してる割にはよく枯れるよね、おかまみたいになるよね声の仕事してるからじゃない。あ、そうかな、ずっと喋ってるから。そうかな、うん、ちょっとなんか喋りすぎたり感想ですすごいね影響されやすいんじゃないかなえ、だってたけちゃんも歌歌ってるから感想をすると結構変わらない。あ、一回変わったら長い、うんうん、2、3週間はハスキーになるだよね。てかもともとハスキーなの自分、わからん。たけちゃん、うん、ずっとハスキーだよ、ずっとなんかねおじいちゃんみたいな声ということで今週たまった皆さんのアバサーバルーンを捨てました違うな、ツイキャスにひふみさんがアバサーバルーン、うん、あれいらんって書いてある。あれいらん、あれいらんってどういうこと、このアバサーバルーンのコーナーがいらんってこと、それとも何か変なのもらったのか。だから変なのもらったのか、あれいらんって何、気になるわ教えて教えて教えて、こんな気になること書かんでほしいちょっと何聞きたいね。なんだわけ、もういい、後からね、うん、それでは全部捨てました。今週金曜日だよ皆さん、面白くないことは全部捨てて、今日もいい日に、そして今週もいい日になりますように。それでは CM です。職人愛媛から村上工業。癖になる味、卵大焼き、沖縄粉もん、沖縄粉もん、笑顔がこぼれるぜ、オーライ。宜野湾消防署益城出張所向かい、沖縄粉もん虜にするぜ。沖縄粉もんで検索。今日はいい日、明日はもっといい日、その1、デューティーの日賀聡と照木の武美が日本一綺麗な景色のスタジオ FM 宜野湾より生放送でお届けしています。はい、生放送です。日賀ちゃん、はい、あのツイキャスなんですけど、うん、ゆうかさんが来てて。ゆうかさん、うん、ゆかさ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 ん、うんうん、こんにちは。昔昔ひがちゃんにギリチョコあげたことがある気がするってよ。あれギリだったのゆかさん今ショック受けてるけど、ひがちゃん、あれギリだったの本気。あ、そうだよね。え、
思った、うん、あのさチョコレートってこれ本命だなこれギリだなって分かるのかな、うん、なそうなんか分かりやすくしてほしいよねその辺よ一番大事なのねえ、うん、あれそう、それが分からなかったらただのチョコレートだもんね。ね、じゃあひかちゃん今までねそのゆかさんからもらったのは本命だと思ってたのに今ギリチョコって分かったんだよ何十年経って。いや なんだろういや別になんかギリとか本命とかは、うん、まあね、うん、やっぱ本命の方が嬉しいじゃない、うん、でも本当にさっきたけちゃんが言ったみたいに分からないから自分で勝手に想像するのよ、うん、あ妄想ね、うん、これ本命かもってね。あそういえばあの時あいつ俺のこと見てたなとかあるんじゃないもうその辺は忘れたけど何年前なんだろうね。あ思うんだけど男の人って俺のこと見てるなってみんな思ってるよね思ってるよ思ってるよ、うん、なんでねただ見てるだけだからさ何とも思わないからさこれさあのさこの前さ大きいショッピングセンターイオンライカムでさ、はい、自分普通に歩いてたのよ、はい、なんかねコーヒー飲みながらよ、うん、買い物しようと思ってそしたらすっごいさ、うん、あのこう道をさ通りすがる女性がさ、うん、結構見てるのよ自分のこと聞きました今ひがちゃん見られてる妄想ああ見てるわ見られてるかもって本当に思っててあ見られてるかもあ何バレンタイン近いからなんかそういうのみんな意識するのかなとか思うじゃない、うんうん、したらさトイレ行ったらチャック開いてたうん、なんかじゃあ教えてそしたら顔見てるんじゃなくてあそこ見てたんだ、うん、見てるだけじゃなくて教えてよねあの人って空いてるよねやっぱり自分もさっきから思ってたんだけどっていうこそ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 いっぱいあったんだなんかさそれまでスタバのロングルの列で、うん、そう並ぶ前でよかったわあのままスタバに入らなくてよかったわあそうトイレの後のスタバでよかったもん誰か教えてよあの男性に言いにくいよね空いてる時ね、言いにくい私は堂々と言いますけど、うんね、一応その方が親切じゃない、うん、ねうんうん他の人に見られないわけじゃない、うんうん、自分は全開で 100m は歩いたからねあの混雑の中それは見るわみんなあのツイキャスで味噌煮込みスキーさんがそれは言おうか言わんこうか迷ってしまうわってほら、ね、ってやっぱり女性は迷うんだよそうなの、うん、言ってほしいわもうあるとこもあるさトイレから出てきた女性があのスカートにパンツ挟まったままってわかる。あ言いづらいね。あそうか、そう言われたら言いづらいね。スカートがめくれてるやつとか、あって。でも言いづらいけど自分は言うな。うん、ねえ、うん、このまま歩いて行かすわけにはいかなくない。ねえ。ねえ。いやみんな言おう。みんな言おう。言うようにしよう今日から。女性は男性のチャックが開いてたら言う、うん。男性は女性のスカートめくれてたら言う。うん自分だって一回言ったもんあの、うん、ティッシュペーパーがさそうそうそうあるよねすごいなんか尻尾みたいに長く垂れてる人わかるわかる一回言ったわかるでも言い方がわからないじゃない、うん、ティッシュペーパーって言ったらなんか、ね、恥ずかしくなったら困るから、うん、なんか引きずってますよって言ったええ、昔のこと引きずってるのかなんかそんな感じでも思うよ昔の彼氏を引きずってたよあのゆかさん来たよ14年前だよひがちゃんにギリチョコあげたの、うん、でもひがちゃん大好きだったよって、まさかツイキャスで告白するとはじゃあなんでギリだったのねということですねもうコーナー行こうあーもうたくさん来てますバナナ店長も来てるしひーふーみーさん、うん、ムーさんムーさんお世田谷のコーラゼロさん久々にパソコンのパソコンからあパソコンのパソコンパソコンのパソコン自宅のパソコンから見てますパソコンのパソコンって何あとヒーロニーニーが毎日自転車乗ってるよってあーね、うん、もう今気持ちいい季節だろう ね海沿いとかもさねえ、うん、ディスカさん一発ゆみさんありがとう後でからもねそれでは早速こちらのコーナービューティーのメールボックス1番それではビューティーのメールボックス1番のぞいていきましょうかな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 やばいひがちゃん、はい、来ました、うん、お手紙ですお手紙わお手紙が来てます FM ギノワンえっていうことで、うんうん、ナンバー89番ビューティーネーム新たのママです新たのママさんおということはたけちゃんひがちゃんパーソナリティいつもお疲れ様です新たのパパの実家かっこ三重県の庭の金柑の木に
たくさん今年も実がつきました。あら、小ぶりだけど甘くて美味しいので、かっこ青いのも甘いです。へえ、たけちゃんよかったら食べてねっていうことで、マスカットの和菓子は夏持っていきますって。あの美味しいやつ、マスカットがモンってモンだったプルンだった丸だ。モンかプルンかは分からないよこっち。丸だ。あ、丸ね、丸って丸っとしたやつ、丸って出てくるマスカットの和菓子を夏持ってきてくれるってやった、うん、ひがちゃんには遅ればせながら、バレンタインデーチョコをお送りしました。あ、やった。オレンジ色の紙袋です。たけちゃんは茶色です。かっこおまけ、自分は大負けだわではでは、今日もラジオ頑張ってください。楽しみにしています。あなたがうさうさバースデーファックスしたのでよろしくお願いします。ということでお手紙来ました。ありがとう。これ今日さ朝来たらさ、箱で届いてるんですよ。見ていい？ちょっと紹介しませんか？これ後ろの段ボール？そうその箱やばい。見てみようよ。いやあなたのママさん本当にありがとうございます。すごいよこの量。なんかこれ、出た。皆さんツイキャスの人見える？金柑がどっさり。今一袋私持ってるんですけど、これが二袋ある。いやもうすごい大きいな袋でね。金柑って、いい匂い。三重県になるの？金柑ってどこになってるかわからん。沖縄にならんさ。沖縄では見ないね金柑ね。どこになってんだろうね。ね、シークワーサーが2分の1個ぐらいの大きさ。そうでもさっきさ、あのスタッフのメグさんに聞いたらさ、うちにもうちの実家にもなってますよって言ってて。マジ？じゃあ大阪そんなメジャーなのかね、木、その金柑の木って。わあ、わお菓子がいっぱい入ってる。そう、ありがとうございます。もうありがとう。いっぱい金柑、実は自分大好きで、ね、喉にもいいしね。そう、喉にもいいし、それをさいつも蜂蜜の甘煮、蜂蜜で煮るってこと？あれを作ってるんですよ、よくこの時期になったら。へー、まさか。じゃあちょうどいいってこと？そう、もぎたてのこれをそうできるなんて最高だな。これはもうだって木になってるやつだから新鮮じゃない？テンション上がる。新たなままのありがとうございます。ありがとうございます。もう食べよう、後で食べよう。じゃあこちらも一通いいですか？はい、たーい。明日から沖縄。お、ワクワクが止まらない北海道のじゅんちゃんです。え、じゅんちゃん沖縄に来るの？明日から沖縄って書いてますよ。マジで？私こう見えてスポーツジム通ってます嘘、見えないねいやエアロ、あ、エアロバイクかな。エアロが大好きで、今のイントラのレッスンにはもう10年以上参加してます。平日は仕事の帰りにトレッドミルで走ったり、ステッパーで汗かいたりして、ヌーヤが大好きなサウナに入って帰ります。サウナはわかるけど、その後、その前全然わからなかったトレッドミルとステッパー。トレッドミル？ステッパー？何それ？自分もジム行ってるけどわかんない。機械の名称なのかな。へぇ、ね、しかしジムに通ってるのになぜか体重が増えた汗かいた後のビールって半端なく美味しいのよね。問題分かってるやし。結婚したこともあるし、食生活も変わったりと、まあ言い訳ですけど、今は股関節の調子が悪く、マジ痛みがなかなか取れないので、ちょっとセーブしてます。体を動かすって最高。汗かくのはお肌にもいいのよ、たけちゃんでは明日から3泊4日沖縄楽しみます。まったやー。まったやー。わお、すごいね。じゃあ結構なあれだね、ジムやってるんだね。ね、だって10年間通ってるんでしょ、でも痩せるどころか太るんでしょ。まああの理由は分かってるよね、自分でもね。分かってるよね。汗かいた後のビール、ビールだよねカロリーバランスが多分取れてないんだよね。そうだね。いっぱい汗かいたんだけど、いっぱい飲んでるんだね。いっぱい飲むんだろうね汗かいた以上に飲むんだろうね。飲むんだねじゅんちゃん補給しすぎでも美味しいの分かる。あ、まあそうね、汗かいた後はね。じゅんちゃんの沖縄で会えたらいいのにな。ね、そうですね。ね、
ひがちゃん、ツイキャスに久々にイトマンから来てるよ。お亀仙人さん、亀仙人さん、おはようございます。おはようございます。部屋で視聴してます。金管いいねって来てます。 ありがとうございます。そういえばさ、さっき全然話変わるんですけど、いいですか。スポーツじゃないんですけど、音楽の話。いいですよ。自分ラジオ沖縄の民歌大賞っていうイベント、はい、大会？大会があって、それの予選を突破したんですよ。お、イエイイエイ。それでさっき誰かがおめでとうってこう書いてあったんですけど、この一緒にステージやりたいなって思ってて、誰か自分、あ、今募集するってこと？メンバー一人しかいないから。あ、いいんじゃない。いや、亀仙人で思い出したわけ。亀仙人さん、ほら、亀仙人さんね。ごめんね、呼び捨てしちゃった。亀仙人とかおじいとか言うからね。ごめん。亀仙人さん、よくサンバとか叩いてるさ、だからサンバとか誰かステージで一緒に盛り上げてくれたらいいな。いいんじゃない。あのさ、このラジオリスナーさんみんなでさ、に歌大賞、み歌大賞、み歌、新しい歌って書いてみ歌、み歌大賞みんなで出たら楽しくない？ねえ、なんかできたらいいな。どうですかね、誰か一緒にやってくれる人いないかな。例えば何が必要なの、楽器。今太鼓と三線とサンバ考えてて、三線と太鼓はやってくれる方見つかったんですよ。でも三線太鼓サンバやりながらお囃子もしてほしいんですよ。なるほどなるほど。はとか、いい朝さまでいかんだけど、それをやってほしいなって思って。だから人数に制限はあるの？ない。じゃあみんなでやらない？それ楽しそうじゃない？みんな着物持ってる琉球の衣装じゃないと一応ダメだわけさ。あ、着物縛りがあるんだ、なぜなら自分泡盛の歌作ったから。泡盛音頭っていう歌作ったわけよ。着物ある方ぜひみんな一緒に、ぜひ沖縄の着物を着てステージに立ったらどうかな。あの会場って決まってるの？会場決まってます。音市場、沖縄市の。いや、みんなあの大きいステージ立ちませんねえ。いや、応援に行くよ自分。ひがちゃんは今回は応援だけですか？あ、なんかやるのある？なんかやる？着物ないんですけど。そっか、そこらへんだよね、衣装とかね。かりゆしウェアとかではダメなんだ、着物なんだ。着物だね、今回自分募集しての。あー、そうなんだね。すごい、ひふみさんがはいはいはいって手挙げてくれてる。ひふみさんリズム感いいからいいんじゃない？リズム感いいからいいかもね。あ、亀仙人さんも、あれ、スカウト？あ、スカウト、スカウト、スカウトだよ今の。ただ着物なんだよね、甲羅じゃないんだよね。甲羅じゃない。甲羅じゃない。亀くんの甲羅じゃない。着物なんだよね。でもな、白いひげと亀の甲羅を着た、着物を着た亀仙人も面白いかもしれない。ねえ、なんかさ、面白いのいいよね。楽しみたいから。一応大賞を取りたいよ、狙ってる。大賞を取ったら、はい、ハワイに行けるわけさ。おい、多分よ。だからハワイに行きたいなーって思って、これ予選、あ、応募、あ、違う、大会でしょ、大会に、挑んでみたんですけど。いいんじゃない、ね、あの、じゅんちゃんが、泡盛飲み役やりますって。今ビールを飲みすぎっていう話してるのに、今度泡盛をそばで飲むっていう演出。ステージ上で ね、あの演出も必要だよね。あの、いいかもな。それってあれでしょ、ダンサーのくくりに入ってくるんでしょ。ダンサーかもしれない。泡盛を飲むっていうね。いいね、ステージのこのそばに座って、ステージングね、ステージングちょっと飲んで乾杯とかカリーとかやってるやついいかもな。あいつ誰かって言われるからね。大御所の先生たちに、え、下ろせって言われるから、ね、だるよね。あ、日程は いつだわけってコーラゼロさんがちゃんと答えてくれてて、第28回みうた大賞は3月5日。3月5日、皆さん開けててくださいね。三振の日の次だね、3月5日。着物を持ってれ出れるのよね。着物持ってサンバとかをできるよっていう方は、たけちゃんに連絡を。連絡待ってます。ここのメールアドレスでもいいですし、一応一回オーディションするよ。死に下手くそはやめさせるからね。で、お前が一番下手くそだろみたいな。そうだね。野の中の銀の蛍さんだ、3月5日だよ。電気を使う楽器はダメってよって。そうなんですよ、アコースティックだけなんですよ、沖縄の楽器だけの演奏。ああ、沖縄の楽器ね。アコースティックギターはダメなんだね。ダメ。ああ、沖縄の楽器ね。沖縄の楽器、パーランクーならいいんだ。いいね、あ、パーランクーいいね。そんなのだったらいいんだよね。いいね、あ、楽しみたいな。いいね、いいね。
ドラとかもいいんだ、沖縄にあったから。あ、いいね、シャーンってうるさーみたいなでも沖縄にあったじゃない、うん、そうだねハーリーの鐘とかもいいかもね、カンカンカンとかね。あ、いいね。エイサーの太鼓とかもありなんだ、うん、うるさいな盛り上がればいいんでしょ。盛り上がればいいんじゃない、知らんけど。したらさ、うん、ドラ用意しますということで皆さん、3月5日ミュータ大賞、私予選通過しましたので、決勝が3月5日の5時かな、5時から8時だったかな、夕方の夜か、うんうんうん、なのでぜひ一緒にステージに立ってくれる方も募集しております。そして観客でわーいって盛り上げてくれる方も募集しております、うんうん、はい、ありがとうね、銀の中のホタルさん、はい、うん、忘れてたミュータ大賞通ったのまあちょっと楽しみにしておきましょうか。はい、はい、じゃあこんな感じで以上、メールボックス1番2通しか読めなかった、ごめん喋りすぎたでした。まだまだスポーツというテーマでメッセージお待ちしております。 CM の歌はワッターの音楽、リューティーの今日はいい日明日はもっといい日。私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています。この番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします。毎週金曜朝10時からうちちみシェービリ。ワッターヌ音楽、ワッターヌ音楽の時間がやってまいりました。このコーナーは私たちリューティーの生音、生演奏をお届けするコーナーです。今日は何の演奏しましょうかね。今日はさ、リクエストが来たんですよ、メールで。あんまりこのコーナーにメール来ないんですけど、このコーナー宛てのメールじゃないんだ、きっと。私たちの番組にリクエストも募集してるんですけど、普通の歌のリクエストを募集してたんですが、私たちの音楽をリクエストしてくれる方がいたんですよね。あれ、どこにメール行ったかな。メールなくしてるやつさ、自分どこかな。やったー、あったー、発見。あ、なんと先週のラジオにリクエストが来てました。リューティーネームアップルポンさんからのメールです。リューティー女子応援部部員はアップルポン&内嫁さん&さえ&中尾さんですって。マジで女子応援部っていうのがリューティーにいるば、初めて知ったありがとう。その4人の女子応援部からのリクエストで、リューティーの新曲夏の空、今日本日聴けるように何とかしてください。スーパーライブで最後まで聴いていなかったので、ずっとなんかここら辺がイジイジするわけ。 YouTube 見ては、かっこ大切な人を後回しにしないでよのところで号泣してるわけさ。あの感動を今一度ということで、アップルポンさんから夏の空リクエスト来てます。新曲ね、あの日披露した新曲ね6月11日に去年のスーパーライブで私たち新曲を披露したんですけど、新曲の途中でいろんなハプニングがあり、最後まで歌えなかったんですよね。でもまあ、これ何のハプニングかは YouTube でね、ちょっとね、そうですね、見ていただけたらわかるじゃないかな。リューティーのスーパーライブで検索してみてください。じゃあ夏の空っていう曲を歌おうかな。この歌ね、自分もね、泣きそうになる。ひがちゃんの曲なんですけど、はい、では皆さん、近くにいる人ほど大切にしないとねっていう思いが出てくるはず。この曲はある、この何もない原っぱしかない時の二人の物語です。それでは夏の空、空に溶けてゆく風、揺れる朝顔の花、君の笑顔が忘れられなくて、初めて握った手に頬をあからめて、静かな二人を
皆さんもさ、大切な人を後回しにしないでよ。今日伝えたいこと、今日その人にやりたいことは今日のうちでやっとかんとね。空見上げて笑ってみる。君が心配しないよ。夏の空は熱くて汗が二つこぼれる。夏の空を思い出す。忘れていた旗道をで笑ってる。ビューティーの曲で夏の空をお届けしました。あーやっぱもう歌いながら喉が詰まるやつさこの曲。いやこれいい曲だね。ね自分で言うな。と、うん、いうことでひがちゃんちゃんとツイキャスから来てますよ。はいはいはい。泣けるってアップルポンさんが。あ本当ですか。そして、ね、亀仙人さんがちびらさん。おでひふみさんがいい曲だねアルバムが楽しみってアルバム催促されてますけど。いやー出そうよこの曲入れてさ。そうですね、うん、じゃあおキャプテンさんも来てます。心にしみるって来てます。いいまだまだですけどリューティーよろしくお願いします、ね、アルバム作りましょう。はい以上ワッターの音楽今日はアップルポンさんからのリクエストでリューティーの夏の空お届けしました。 CM です。職人愛媛から村上工業。癖になる味卵大焼き沖縄粉もん沖縄粉もん笑顔がこぼれるぜオーライ。宜野湾消防署益城出張所向かい沖縄粉もん虜にするぜ。沖縄粉もんで検索。
今日はいい日、明日はもっといい日、その1。リューティーの日傘としと、てるきなたけみが、パソコンやスマホならなんと全国で、いえ全世界で聞けます。 FM ギノワンより生放送でお届けしています。はあ、今までにないくらい押してるので、ね、もう次のコーナー行っちゃいたいと思います。喋りすぎた。次だ、こちらのコーナー、うさうさバースデー。この日に生まれたから君に出会えた、その喜びをみんなでうさうさしようというコーナーです。はい、今日もしくは今週お誕生日の方、メールをください。必ず名前はひらがなかカタカナでよろしくお願いします。いい、ひがちゃん、はいはい、新着メッセージたくさん来てるんですけれども、来たよ。リューティーネーム、今日もおかしなかっこ笑い、銀のトロンボーンです。銀のトロンボーンさん、おはようございます。リューティーチさん&FM ギノワンのスタッフさん、こんにちは、たけちゃん、ひがちゃん、誕生日お祝いコーナーへっていうことで来てるんですけど、2月12日が上村風子さん、かわいい名前だね、風子さん、風子さん、いい名前だね、ね。そして赤瓦長瓶さん、あー長瓶さん、2月13日が味噌煮込みスキーさん、おヤンバルのおじいさん、おで、あきら先輩、12、13、14、15でずっと誕生日が、へー続いてますよ。ヤンバルのおじいさんに関してはすっごいたくさんいそうだけど、ヤンバルのおじいさんは、ね、これ聞いてるヤンバルのおじいさんみんな喜んでるから、うん、俺のことって言ってるかも、ね、6月だけどとか言ってるかもしれないからということで、銀のトロンボーさんありがとう。そして、はいはい、ひがちゃん来ましたよ、さっき言ってた噂のファックス、いいですか。はい、お願いします。たけちゃん、ひがちゃん、ナンバー89、あらたです。新田さん、ありがとう。2月15日は僕の11歳の誕生日でした。お春から6年生になります。マジで今年最後の小学校生活を楽しみたいです。うっさうっさしてください、お願いします。いや楽しいよ、6年生は。やっぱり挿絵がねついててすっごい可愛いんですよ。これ自分で描いたの、うん、お母さんもすごい、 お母さんじゃないかな、違うかな、お母さんも上手だけど、これ新田くんが描いたにしたらすごい美術の点数高いよね。ねえ高いね、高いよね、自分これ100点だな、これねえ、かわいい、ありがとう新田くん。新田くんね、はい、ということで次いきます。リューティーネーム27番、名古屋のダンサーズです。ひがちゃん、うん、名古屋のダンサーズさんが自分の名前普通に言ってるの不思議じゃない。いつもなんとかかんとか名古屋のダンサーズさん、あ、今日本当だ、さらりと名古屋のダンサーズって言ってなんかあったのかな、風邪ひいたのかな心配だねということで2月13日は味噌煮込みスキーの誕生日でした。年齢を言うとドン引きするかもしれないので割愛させていただきます。え、そうなの。そして2月15日は RBC アイラジオのディレクター相良さんのお誕生日でした。見た目は怖いですが実は優しい方ですということでふさふさお願いしますって聞きますじゃあ、おはようございます。会員番号103番、リューティネーム倉敷ののんぺです。のんぺさん、いつもありがとう。あ、大人気だね。2月13日味噌煮込みスキーさんの誕生日です。本当だ、大人気。多分皆さんからおめでとうのメールが届いてると思いますって来てますよ。お、届いてますよ、いっぱい、うん、次行っていいですか。リューティネーム、どこだ、コーラゼロさん。13日は名古屋の味噌煮込みスキーさん、15日は石垣島のライオン丸さんの誕生日でしたということです。ありがとうございます。以上たくさん来ました。待って、こっちもあと1つ、はい、たけちゃん、ひがちゃん、こんにちは。栃木っ子ゆかです。ゆかさん、そう、今日こちらはとても暖かいです。春みたい。でもなんとなく目がかゆいよ。私は花粉症じゃないのに。あ、花粉が飛んでるの。もういたよね、先週もね。ね、ちなみに14日は母のお誕生日でした。先日ぎっくり腰になって大変な思いをしたけれど、ようやく動けるようになって一安心。お誕生日当日リンゴとヨーグルトのケーキを作ってあげたらとても喜んでくれて嬉しかったです。ゆかさん、いつも何もかも作るね。ね、素敵。いや、できるわ。できる女、ゆかさんのお母さんね。オッケー。そしてひふみさんがさっき新田くん絵上手だよって来てるから、 あれ自分で描いたんだ。本人で描いたのかな、じゃあだけど銀の中のあの蛍さんがさ、ごめん赤瓦長瓶さん違いましたって。いや、違ったんだ
もういいよ、間違ってるけどいい、うん、やろうやろうやろういつのやってなかったからやろう、いつかの誕生日ね。それでは皆さんで歌いましょう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear みそにこみすきさん、ライオンマルさん、さがらさん、ゆかさんのママさん、上村ふうこさん、やんばるのおじいさん、そしてあきら先輩、あのいつかわからないけど赤瓦長瓶さん、せーの、 Happy birthday to you。 One, two, three, hey! うさうさうさ、hey! うさうさうさ、おめでとう、生まれてきてくれてありがとう、これからも人生一緒に楽しみましょう。言えない、これからも一緒に人生楽しみましょう。あれ今日ダメだ。これからも一緒に人生楽しみましょう。以上、うっさすばせのコーナーでした。もうこの後いつも普段だったら曲行くんですけど、うん、もう4分しかないから、うん、メールボックス2番いっちゃいませんか。お願いします。こちらのコーナー、リクエスト割愛、リューティーのメールボックス2番。それではリューティーのメールボックス2番のを覗いていきましょう。おっと、たくさん来てます。今日のテーマはスポーツ。スポーツ、皆さんのスポーツの話題を集めてますが、もうなんかスポーツの話題今日のラジオの中でちょびっとしか喋ってないね、ごめんね。それではメールボックス2番の一発目はあなただ。リューティーネーム、会員番号58、金沢の旅人どんちゃんです。どんちゃん、私は小学校の頃はさ、少年野球のチームに入ってました。へー。その頃は高校へ行ったら甲子園と思っていましたが、自分のレベルが決して高くないことに気づき、団体競技より個人競技へという安易な理由で卓球を始めました。あ、卓球。これからも、当時は決してうまくはなかったけど、勉強嫌いな私は卓球を頑張れば高校も推薦で入学できて、授業も免除されるかもしれないと思い3年間頑張りました。んが、結果的には市内大会の個人戦で優勝、地域大会では上位入賞まで行けました。が、全国大会出場をかけた予選では敗退し、推薦で高校へ行くこともできませんでした。すごいよね。でもすごいね。今思えばとても安易な理由で始めた卓球ですが、卓球をしていたことで今の会社に入社できて、あ、そうなの、そこで嫁にも出会い、うん、息子も卓球をするようになりました。息子いたの。ここ数年ラケットは握っていませんが、機会があればリューティーファミリーの皆さんと卓球したいです。すごいね。リューティー杯の企画お願いします。卓球から始まった出会いがいっぱいあるんだね。すごいな。これでも自分も同じ考えなんですよ、うんうんうん、同じ考えっていうか、うん、自分高校ね、なんていうんだ、あの工業高校、工業高校試験受けずに入ったんですよ、うん、お、推薦、推薦で。何の推薦？卓球。嘘。卓球できるの？できない。いや、あのね、どういうことじゃ。卓球がすごい上手な友達がいて、うんうん、そいつと二人で工業高校に行くってだったんですよ。なるほど。あ、自分たちの中学校から、うんうん、で、あ、佐藤卓球始めますって言ったら、うん、なんか推薦で受かるんじゃない、なんかうちの中学が卓球強かったんですよ。でその友達もなんか優勝するぐらいの書かず中、そうそうそう、マジで強かったんだ卓球、うん、だからただのヤンキー校じゃないんだね。そうそうそう、だから佐藤、俺と一緒に卓球やりますって言ったら受かるよって言われて、うんうん、卓球始めますって言ったら受かったんですよ。正解。それでマジできないのに、そう、それで受かったから軽音楽部に行った。いや関係ないやし全然、うん、裏切りよ。裏切りにも程がある、うん、先生びっくり、ね、お前卓球やるっつったのに、みたいな。友達もびっくりしてた。ね、ひがちゃんの声がブラックなとこですよ。違うよ。だから一緒だね、一緒ではないか。どんちゃんはちゃんと優勝してるからね、地区大会で。あ、そう。でもいいね、スポーツが原因でいろんな出会いがあって、そこで嫁さんもうん、できて、息子もね、ね、生まれて8歳。もしかしたらオリンピックとか出るかもしれないし、息子が、うん、いいね。
かっこいいよね。かっこいいな。愛ちゃんみたいになってさ。いいな。うん、面白いな、どんちゃん。ありがとう。どんちゃんの？どんちゃんの。じゃあこんな感じでね、また午後も行きましょうか。皆さんのスポーツに関する話はお待ちしております。後からやに愛媛から村上工業。癖になる味、卵大焼き、沖縄粉もん、沖縄粉もん、笑顔がこぼれるぜ、オーライ。宜野湾消防署益城出張所向かい、沖縄粉もん虜にするぜ。沖縄粉もんで検索。ビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。はい、さい、10時から全国へ、そして全世界へ配信中。その名もビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。イエイエイ。
この番組は明日をもっといい日にしようということで、面白くないことは今日で片付けて、いいことはみんなで喜び、明日を快適にします。いいね、いい番組だという番組です。うん、うん、いい番組を朝から放送しておりますFM ギノワンです。よろしくお願いします。だからあの今日ツイキャスもたくさん見てくれてて、ね、でたくさんのコメント来てるんですよ。わおわおわお、久しぶりにこの時間に聞けてますって、みそにこみさん来てるし、あ嬉しい。この間から来てくれてますよね、ジャンキーさん。あ、ジャンキーさんメールしましたよって。あ、メール採用されてるかな、ね、嬉しいね、たくさんメールが来てさ。あのさ、初メール待ってるよ、うん、マジで、うん、恥かさしないで送ってよ、うん、何しないで、恥かさ、あ、恥かさしないで恥ずかしがらんで来てよだってラジオでさ、メール送って読まれた時の喜び最高だよね。ねえ、自分も一回だけね読まれたことがあるんですよ。ねえ、はい、ラジオ沖縄ですごい嬉しかったでしょ、うん、自分は結構ラジオ番組に送るんですよ。この曲だったら FM ギノワンで水曜日にほらフリームーンラジオってあるじゃないですか。ありますね、面白いの、面白い番組、うん、あのラジオ好きリスナーさんの集まりのラジオ、面白いよね沖縄の方言バリバリ使ってるわけさ。なんかリスナーさんにしておくのはもったいないよね。本当だよね、みんな実力者だよねなんかさ笑っちゃうのよ、ね、面白いな。そのフリムーンラジオにも何回か送って採用されたことあるんですよ。あ本当ですか、うんうん、あの番組スケベーだから、スケベーな話もさ、あの受け入れてくれるから面白い見てよ、水曜日の夜スケベーな話を受け入れてくれるってどういうことはいはいはい、はい、じゃあもうこんな感じでいきましょうか、うん、それでは11時台皆様へ募集しているコーナーを発表してください。いやいやいや、言葉違うのに被るっていう、間違った発表してもう、はい、発表します。募集しているコーナーはこちら、リューティー神宮がまず一発目。このコーナーではお祓いを募集しております。皆さんお祓いしてほしいことないですかね。あるでしょうね、あるでしょうね、うん、何かしら絶対あるよね。そして2つ目、うん、メールボックス。これは10時台から同じテーマでスポーツというテーマでやっております、うんうん、そして3つ、ブラックガラサー、ヒガラサー。このコーナーではあなたの不平不満を募集しております。以上3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたい。本当に盛り上げてください。メール来ないともうやばいから盛り上げていただきたいと思いますので、恥かさしないで、恥かさしないで送ってください、はい、ということです。懸命にコーナー名、そして本文にはリューティーネームを必ず書いて、メールやファックスを送ってください、うん、メールアドレスは FM ギノワンのホームページ、その中の番組表からポチッとするともうすぐメールが送れるようになっております。いいね、はい、そしてファックスでも受け付けてます、うん、ファックス番号は098-943-0094でお待ちしております。ひがちゃん、ツイキャスでさ、うん、うっちーさん大阪から来てるけど、おうっちーさん今日は雨やねって信じられない、沖縄超派手、派手って派手まあまあ派手ではあるけどね、この色とかさ、発音この緑とかさ、海の青とかさ、あと赤花とかさ、派手だよね、派手だよね、うん、派手ではあると思うだけど、うん、自分が言いたかったのは晴れ。あ、そっち、あ、そうなんだ、頭がねおかしかったのかな。発音がよ、ちょっと眠たい時に悪くなる傾向があるわけよ。あ、そんなことないよ、本当に、うん、いつもだよ、まあ、大丈夫大丈夫そしていつも通りです。うるさいわ。ハンちゃんが来てて、はい、ハンちゃんがさ、おつヒープーさんに女友達と言われた、たけちゃんおはようって。ヒープーさん自分のこと女友達って言ってたの。あ、一応ダールか、ダールか、うん、そうだね、男友達ではないよね一応女とされてるんだ、絶対男と思われてると思ってた危ないな。あ、嬉しいね、うん、でもヒープーさんと仲良しってよく言われて、よく間違えられるよね、うんうん、間違えられる、なんかヒップさんに間違えられるの違う、もしもしヒップさんですかって言われるの。違う、逆違う言われないだろ、こんな小さいやつヒップさんの彼女とか、ヒップさんのなんか奥さんとかに間違われること前あったわけ。まあ今はないですけど、あ、まあそうかそうか、仲良しみたいな、あ、結婚してない時ね、そう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 、一応仲良しだよ、うん、そうですね。だけど女友達って思ってたって嬉しいね、うん、知らんかったね、よかったね、男じゃなくてよかったねそうそうそう、自分も絶対男友達って思ってると思ったあ、たけ男友達だよって、うん
いやまあ自分は、うん、ヒープーさんのこともすごい尊敬してますよ。そうですね、うん、友達と思ってるはず、はい、ドゥシいやドゥシじゃない、先輩でお世話になってる。そうだよね、すいませんまた焼肉ために行こうね、ヒップさん。いや、おごってもらってるからね。だからこの間初めておごったね、ヒップさんにね。あれはおごったんじゃないよ、あの、うん、結婚祝いね。そう、結婚祝いとして自分たちがしゃぶしゃぶをおごったんですけど、うん、ちょっと疲れてたから眠たそうだったね、自分たちもね、うん、ヒップさんもねまあね、あの新年会シーズンのあのさ、うん、合間にさ、いや、ね、来てくれてね、来てくれてね、それは眠いよ。そうだね、またゆっくりしてからやろうやさ、うん、元気な時にね、ね、昼がいいんじゃない、昼がいいかな、12時ぐらいがいいんじゃない、もう自分たちもおじいだな、平日の12時ぐらいがいいんじゃない、平日にするかもいや、Tサージやってるだろ。そうだよね、今もあと1時間後に やるからね、うん、そうだね、スタンバイしてるはずよはい、ということでこの番組は愛媛から青函職人の村上工業、そしてオーライ 120% ナルシストが焼くぜ、目玉焼きの入ったたい焼き沖縄コナモンの提供でお送りします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサー、マチョイビンド。はい、それではまあ一曲流してどんどん番組進めていきたいと思います。そういえばリクエスト来てるって、あのね、うん、そうか、リクエスト2曲来てるんですよ、うんうん、どっちもリクエストにします。うんうん、やろうやろう、いいですよ。じゃあ、ちょっと待ってよ、今リクエストのメール探そうだ、どこで、 あちらにね、置いてるんですよ、見えるかな、リクエスト今日2曲来てたので、それいっちゃいましょう。リクエストのメールが見つからん、これじゃない、違う違うじゃあリクエストやめよじゃあ何かけろ、ひがちゃん、いいですか、じゃあちょっと元気に行こうかな、はい、これどうだろう、愛のヒーロー行きましょう。それではリューティーのウェディングソングで愛のヒーロの曲で愛のヒーローをお届けしております。
週末金曜日、皆さんのお昼ご飯は何でしょうか。美味しいお昼ご飯でくんちをつけて、今日もいい日になりますように。それでは11時台最初のコーナーはこちら。リューティー神宮。1日1名様限定、このコーナーではあなたをお祓いして清め、今日を快適にします。それではリューティー神宮から武見宮司をお呼びしましょう。武見宮司。武見宮司、今日も朝からありがとうございます。どうも。今日はどうですか、暖かくなってきましたけども。暑いの。あ、やっぱ暑いんですね。暑いの。着物って涼しく見えがちだけど暑いんですか。まあまあ涼しくもできるから着物はいいの。あー、そうなんですね。脇からすぐ風が入るの。あ、そっか、結構ね空いてますよね。そうなんじゃ。じゃあ涼しいってことですね。うん。今日もですね、武見宮司にちょっとお祓いしてほしいなっていうメールが来てるんです。お、最近は来なかったから心配してたんじゃがの。まあそれはまあいいことではあるんですけどね、お祓いしてほしいものがないってことは、ね、幸せってことですからね、はい、まあまあやっぱり来ますので。なるほど。今日も来ております。誰じゃ。いいですか、たけちゃん、ひがちゃん、 FM ギノワンスタッフの皆さん、リューティーファミリーリスナーの皆さん、ハイサイ。ハイタイ。八王子のウチナーハーフです。ウチナーハーフさん、とうとう提案書の提出日です。うん。最後は貫徹で作業、徹夜だね、徹夜で作業。本日昼には提出で、もう手も足も出ません。うん。しかしまだやれることがありました。そう、神頼み。なるほど。ってことで武見宮司、よろしくお願いします。何せ生涯年収100位の案件なので、うん、必勝祈願、必勝祈願をよろしくお願い申し上げます。なるほど。八王子のウチナハーフさんからいただきました。ウチナハーフさん、めちゃめちゃ忙しいように書いてあるが、メール出すほど暇であるのか、まだ余裕があるのかな。いや、これはね、神頼みのためにこの時間を割いたのよ。なるほど。もうあと残すは、もうやるだけのことは全部やったから、うん、もうあとは神頼み。なるほど。必勝祈願ですよ。では、得意分野ではないか。そうですよね、宮司の得意分野ですよね、こういうのを待ってたんだよね。お祓いだけじゃない、祈願もできる、祈願もできるぞ。それではウチナーハーフさんの高めの案件が勝てるように、ウチナーハーフさん、いくぞ祈願。芝居未勝利。必勝したらその暁には分かっておるの。あ、なるほど。いろいろあるぞ。いろいろですか。いろいろあるぞ。これはもう宮司宛にいろいろってことですか。いろいろ送ることも可能だぞ。送ることも可能だよね、送ることもね、可能。送ることも可能じゃ、送らなくてもいいけど送ることも可能。可能じゃの、はい、高い案件だからの、極悪ですね。うん。それでは一旦 CM です。職人、愛媛から村上工業。癖になる味、
なもん、沖縄こなもん、笑顔がこぼれるぜ。オーライ、宜野湾消防署益城出張所向かい沖縄こなもん、とりこにするぜ。沖縄こなもんで検索。リューティーのメールボックス3番。それではリューティーのメールボックス3番を覗いていきましょう。今日のテーマはスポーツ。スポーツ、うん、スポーツに関する皆さんのメッセージをお待ちしております。はい、たけちゃん、ちなみにスポーツなんかやってました？自分死にスポーツやってたよ。あ、ほんと？うん、そうなの？何やってたの？小学校の頃はソフトボール。数少ないよね、ソフトボールやってる人ね。あー、そっか、うん、あー、その年代だと大正、大正じゃないわ昭和だ、昭和昭和も平成もソフトボールやってる人口少なくない？聞かないんじゃん、あんま。うん、最近さ、やっぱあのオリンピックで活躍したから、うん、その後からはね、うん、流行ってるかな、うん、だからサッカーも最近だよね。そっか、うん、自分でもソフトボール強いチームにいたわけ。知念はさ、強かったわけ、ソフトボール。へー、じゃあ、うん、あの、なんていうの、自分あんまりスポーツよくわかんないけど、スタメンっていうの、うん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 、だったの？マスケや。自分応援メンバーよいやいや、声がでかいし綺麗に通るから、まあ負けないね、相手に負けない、一人で負けないね。やってないやし一応グローブも揃えて、まあ、結構素振りとかもやってたんだけど。あ、大会はどこにいたの？大会はベンチとか紅茶とか。紅茶って何？紅茶って、あのランナーをこう今走れって手を回してる人。やってないやしよく言えたね、うまかったぜって。じゃあうまいチームにいただけで。うまいチームにいたね在籍ね。そうそう、在籍して皆さんのね、お世話っていうのを、このなんか、いいぐらいの感じの氷の溶け具合の飲み物を出したり。ああ、大事ね、うん、大事ね応援一生懸命やったり。応援ね、うんうん、それも大事だからね、うんうん、ね、はい、やってないし。やってないねやってないね、小さい声で言うな、しみじみ一番最後の大会に監督がさ、うん、最後だからもう負けそうだから出してあげるよって言ったわけ。おー、出たんだ。やったって思って、うん、めっちゃ一生懸命素振りして待ってたのに、うんうん、代打よ、うんうん、はっさ、忘れてから試合終わっちょんえ、先生自分忘れてるけどって思ってから、で自分がしょぼーんってから立ってたから、あい、お前出すの忘れてたなってまあそんな存在ですよまあひどいわ。いや、なんかすごいちょっと寂しくなった今。だから私はマネージャーかって、本当にね、うん、コーラゼロさんがツイキャスでつぶいて焼いてますけど、うん、マネージャーみたいな勢いでしたよ。いや、なんか感情移入しちゃったでこれでしょ、うん、最後の大会、二度ともうできることない大会にさ、うん、なんか自分が泣きそうになった今もかわいそうよ。あと高校の時はバドミントンもやってましたし。ああ、そうなんだ。あ、うんうん、それは大会には出たんだ。マスケどこにいたの？どこにいたかの話。大会ではどこにいたの？大会、うん、大会とかで皆さんのラケットをこう集めてね、いい感じに綺麗に並べて、 A 型っぽく綺麗に並べてね、並べるってことね。あ、大事ね、大事ね、大事よね、うんうん、でもバドミントンの練習はきついよ。足結構広げるし。あ、うん、あ、きついんだ。手も広げるから、おっぱいがビヨーンって外に張る、なんか流れるわけ。まあでもそのね、うん、あの練習の成果がね、大会では出せるからね。ね。ね、大会ではどのぐらいのところまで行ったんですか？大会では呼ばれなかったですね。あ、どこにいたの？大会では。大会わかんない、どこにいたか。多分呼ばれてない、記憶がない。うん、多分家にいたのかな？家かな。ね、かな、靴並べてたかもしれないよね、綺麗にね、家の靴、ね、家から出てないからねうるさいわまあね、自分のスポーツ事情はこんな感じやばい、スポーツしてないやし。してないですよ、結構やってたけどやってないって意味がわからない。それではメールボックス3番の一発目、あなただ。誰だ誰だ。お、久しぶりだよ。ハイサイ、
たけちゃんひがちゃんリューティーファミリーのぐすーよ、おはモーニング。おはモーニング。会員番号46番、ゴールデンキャッスルやいび。おー、ゴールデンキャッスルさん。居酒屋のバイト3時に終わって、それからアパートに友達来て課題してたらあっという間に朝になってるし、2時間くらい仮眠してさっき起きました。2時間で足りるの？バイトと家事と大学の課題してたらあっという間に時間足りなくなる。いよいよ来週から大学のプログラムで3週間インドネシア。おう、その後には沖縄帰るからまたその時にユンタクしましょうね。アンシェヨンナー聞いてるから12時前までヨンナーね、ということでゴールデンキャッスルさん来てます。インドネシア行くの？インドネシアに行ってもゴールデンキャッスルさんは地元の人と間違われるはずよね。道聞かれそうな顔してるよね、うん、大学生にね、結構な辛口だね、うちら。でもさ、2時間ぐらいで仮眠してあのまたパッと起きれるのはやっぱり若い証拠ですよね。若さだね。もう自分起きれないな、うん、ゴールデンキャッスルさん大人になったらもっと時間なくなるはずよ。なくなるね、学生の頃が一番あったんだね、こんな考えたら。学生の時も忙しいと思ってたんだけど。思ってましたね、うん、いやでもたけちゃんの話聞いたらあなたは忙しかったよ。私は忙しい方だったはず。いや、あなた寝る時間なかったよね。なかった。でも今の方がもしかしたら自分余裕かも。あー、ちょっと落ち着いてきた。、うん、大人になってきた。あー、時間の使い方が大人になってきたんじゃないの。そうかもね、うん、ゴールデンキャッスルさん、じゃあインドネシアの話も聞かせてよ。行ってみたいな、インドネシア。インドネシアどんな国で何食べてるんだろう。いや想像できない ね。あれは何だったっけ、春雨みたいのがあるじゃない。あれタイじゃない。 あれタイか、タイの料理か。なんか透明な細い麺でしょ。そうタイだったはず。あれなんかピタゴラスみたいなやつ。なんだっけね。なんだっけあれ。バタヤンみたいな。なんだっけ。なんだったっけな。もうやめよ。タイピーエンみたいな名前。、うん、思い出すのやめよ、ね、年だから。ツイキャスで来てますよ、うん、久しぶりに噛みつきばあちゃんが来てて。お、噛みつきばあちゃん。ゴールデンキャッスルさん、インドネシアの人に地元の人間違われるねって。ね、道聞かれる ね。日本人に道聞かれそうよね。で、ヤンバルからツッくんが来てます。で、ジャンキーさんがさ、リューティーの会員番号って何って感じで聞いてるんですけど。あ、これはさ、会員番号があってもなくてもこのラジオは参加できるんですよ。うん、誰でも。でも会員番号が欲しい方はリューティーのファンクラブに入らんとダメだわけよ。そう、ファンクラブの会員番号なんですよ、皆さん書いてくれてるのは。そうそう、うん、今からでも全然遅くないですよね。そうただ年会費は1000円です、うん、安いね。その代わり会員書が届きますよ。ジャンキーさんどんな、かっこいいやつね。かっこいいやつ届くよ、うん、ということでゴールデンキャッスルさんの、しまったね、まだ1通だったね。やばい、早く読もう。じゃあこちらいいですか。埼玉のはちみつ一家です。ありがとう。テーマ、スポーツ。スポーツマンシップっていう言葉がありますが、うんうん、小学生の時スポーツ専用のシップ、あのなんかあの筋肉痛とかに貼るシップね、はいはい、スポーツ専用のシップと思ってました。と、アンシェヤースポーツマンシップ、スポーツマン専用のこの筋肉痛用のシップだと思ってた。そういうこと。スポーツマンシップね。あー、ウケる。これなんか恥ずかしいね。あのさ、ドラッグイレブンとか行ってからさ、すいません、あのスポーツマンシップください。え、いや、スポーツマンシップ、スポーツマンシップください。あの、スポーツマンシップは当店にございませんが、普通のシップならございますって出されるのかな。出されるだろうね。いやでも種類は2種類あるんですけど、伸びるタイプと伸びないタイプあるんですけどとか。いやでも、あの、自分一応スポーツマンなんですけど、スポーツマンもこれできるんですか。スポーツの方もよく使用しておりますよ。なんかでも聞いたんですよ、スポーツマンシップっていうのがあるって聞いたんですけど。なるほど。ドラッグイレブンには置いてはいない。ドラッグイレブンに置いてるのはスポーツマンシップじゃなくてシップっていうのがあるんですよ。あ、じゃあいいかな。いや、多分お客様が求めてるのだと思うんですよ。あ、そうなんですか。スポーツマンシップ
って聞いたんですよ。スポーツマンシップがあるよ、スポーツマンシップすごい効くよって。スポーツマンシップを一度辞書でお調べになってみてください。ウィキペディアでもいいと思うんです。ウィキペディアね、聞いています。はい、っていう感じですかね。なんだこれ、家ですっごい恥ずかしくなるやつね。すいません、スポーツマンシップください。はちみつ一家さんよ。いや、恥ずかしいわこれ。あのさ、はちみつ一家さん、インテリなイメージなんですけど、やっぱこういうこともなるんですね。ちょっと抜けてるところもあるよね。ね、猿も木から落ちるみたいな。今の使い方合ってる？分からん。プロでも間違えるみたいな。ああそうだね、分からんけど、はちみつ一家さんの、はい、他にもいろんな言葉間違ってんじゃない。次のテーマ間違えてもいいね。勘違い、言葉の勘違い、勘違いねとか、いいね、いいかもね、分からんけど、面白そうなのが来そうだね。ね、ということで、はい、もっといける、もうダメだね、次のコーナーがあるね。あー、そうか、次のコーナー行っちゃいましょうか。ごめん、メールボックス3番以上です。ということで、次のコーナー、まず CM から。リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています。この番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします。毎週金曜朝10時からうちちみシェービリ。今日はいい日、明日はもっといい日、その2。リューティーの日賀さとしと照木の武美が、日本一綺麗な景色のスタジオ FM ギノワンより12時まで生放送でお届けしております。はい、いい、もう時間なくなってきたけど、メールアドレスとかも一徳一丁以上言いましょうよ。 OK、 あの、世界へ向けてね、世界へ向けてね、うん、OK、 I will tell you in English, OK? あ、yeah, ははは、メール?Address? R-Y-U-T-Y at mark F-M-G-I-N-O-W A-N dot C-O-M. Wow! Amazing! We are waiting for a lot of amazing messages. Okay? That's all. いや、終われ。あ、終わった終わった。ごめんね、英語わかんないから、はい、それではこちらのコーナー。このコーナーでは、優しい優しいひがちゃんが突然フラッシュバック、あなたの不平不満や面白くないことを辛口でぶった切るコーナーです。それでは、日柄さーコーリン。いやー、今日も嫌味から来てくれるのでしょうか。うわお久しぶりです。あれ、日柄沢さん。おはようございます。おはようございます。先週なんですけど、あ、先週じゃなくて先月は新しい日柄沢さんだったんですけど、今回また元に戻ってます。あ、先週、あ、先週はね、あれはね、特別バージョンなんだ。じゃあ、めったに見ることができないのが先週の日柄沢さん。そうよ、そうよ。あれなかなか出せないよ、うちも。うちああいうのなかなか出さないから。たまにしか出せないのよ。じゃあ、貴重なんですね。そうそうそう。あれ、あれ、ダンボールだから、あれ。誰が見てもダンボールってわかると思うんですけど。ほんと?あれ、ダンボールなのよ。そんな日柄沢さんに今日も来てますよ。あ、なんだ?不平不満なんですけど、リューティーネーム、シロボーニーヤンです。おおお、ブラックガラサーさん、ヒガラサーさん、ハイサーイ。ブラックバラサー、ヒガラサーってやっぱり2人で成り立ってるよね。ヒガちゃんが2人というわけではなくて、どうも悪魔のような笑いをする人がブラックガラサーだよね。悪魔のような笑い、そんなやついたっけ。先週の金曜日のサザンブリーズ、ブラックガラサー出てたよねって来てますけど、そうなんですか。サザンブリーズ、私は出てないよ。うん、じゃあ多分リューティーのヒガちゃんっていう方だと思うんですけど、似てるってよく言われます。あ、似てる、あ、よく言われるかな。このなんか目のあたりがさ、
なんか似てるって言われるの。そうですか。この目のあたりがね。そんなに骨だったかな、ひがちゃん。そうそうそう、まあ、目ないんだけどね、うちね。結構似てるって言われる、ね。親しい友達と言ってたけど、最初から最後まで声変えて、すっぱだかにされたひがちゃんのことをさらにいじりたく、いじり回してた。うんうん、どう聞いてもブラックガラサーさんは例の人なんだけど、日ガラサーさんなら真相を知ってると思うので、ブラックガラサーさんの友達すっぱだかのひがちゃんをもてあそんだブラックガラサーにカーッつって日ガラサーさんやって、でもひがちゃんはやっぱ絶倫の男だねっていう風に。あいつね、あいつ、あいつ絶倫なの、あいつ。ちょっとあの話がややこしくなってきてるんですけれども、ね、ちょっとね、自分もあんまり見えてこないんだけど、多分、ま、目がないんだけど ね、まあ、ね、目がないんだけど、見えてないんだけど、ね、多分ひろぼうにやんは先週の金曜日のサザンブリーズっていう FM ギノワンの番組を見たんですよ。その時にひがちゃんが丸裸にされるっていうラジオ番組のテーマになってて、その時にひがちゃんの近くにいるお友達からのメッセージありました。あー、なんかあったみたいな、聞いたよ、聞いた聞いた。その方のカツを入れてやってくださいと白棒ニアは言ってるみたいなんですよ。あー、なるほどね。あの毒舌の野郎ってやつか、いましたっけ、そんな方。 いたみたいよ、なんかね、インタビューみたいので繋いでた。あいつのことかな、あの方結構可愛い声してましたけどね。可愛い声してた、うん、でもあれは音声変えてるって噂よ。ほんとすごい声してるみたいな。こういう声してるって言ってたよ。ということで、その方のカツをお願いしますということです。カツ、うん、よくわからないんですけど、カツを知ればいいのか。いいですか。いいよ、カツするよ。それでは白棒兄やんからの不平不満、この間のブラックガラサー、ヒガラサー、違う、この間のサザンブリーズに出てたこの声を最後まで書いてたコメントをくれた方へのカツ、よろしくお願いします。カツだな、任せろ。テルキナーだけにカツ。あれ、テルキナタケミさんなんですか、びっくりした。ということで、以上ブラックガラサーヒガラサーのコーナーでした。カツやってみたよ。カツ入れてみたよ。あの、皆さんぜひサザンブリーズ先週の金曜日面白かったので、カツっていいね、アーカイブ残ってますので、カツにしようかな。見てください。僕カツ。そしたら今日のカツ入れた意味がわかるのかもしれない。なんかカツ縛りだとすごい楽だね。カツにしようかな今後。うるさいわ、日柄沢さん、ね。他にも不平不満あったんですけど、ごめん、これだけで時間がなくなりましたので。みんな入れてるか。さっさと帰ってください。以上、ブラックガラサー日柄沢さんのコーナーでした。では一曲お届けしましょう。こんな時にリクエスト来てますよ。なんだよ、リクエスト言っちゃうの。ラジオネーム、お、あいこ1122ラブ、旅人札幌市の方からです。はじめまして、カスタネットを100均で買ってきます。スポーツはサッカーしていました。左バックで転がってきたボール蹴ったらキーパーを越えて決勝点で勝ちましたよ。私の伝説シュート。かっこいい人だね、伝説のシュートを持ってるんだ。そんなラジオネームあいこ1122ラブさんからのリクエストで、あいこさんのカブトムシ。あ、
ラジオネーム愛子1122ラブさん、札幌旅人、あ、旅人札幌市の方からリクエストいただきました。カブトムシ愛子さんの曲素敵ね。いい曲ね。これをカラオケで歌った男の人惚れるんじゃない？惚れるよ。惚れるけど、ね、すごい難しいよね実はこの歌ね。ねえ、愛子さんさ、メロディーが半端なく難しい。半端なく動くよね。動く動く。そして愛子さんのさ、歌ってる姿超セクシーじゃない？マイク持ってるこの唇っていうか、ここの顔の部分の、うん、すごいいいな、いい表情だなっていつも思う。表情、ね、うん、表情だよね。顔の部分って言った、うん、顔なんて表情表情ね、うん、少し背の高い、いいね。ちょっと今の顔の部分がおかしかった。ダメだった、うん、ダメだった、うん、ということでリューティーネーム愛子1122ラブ、旅人札幌市の方からいただきました、はい、愛子さんのカブトムシをお届けしました。こんな感じで皆様からリクエストお待ちしております。メッセージもありがとう、読めんくてごめん。また次送ってね、待ってるよ。それでは一旦 CM です。職人愛媛から村上工業。癖になる味、卵たい焼き、沖縄こなもん、沖縄こなもん、笑顔がこぼれるぜ。オーライ、井上消防署益城出張所向かい、沖縄こなもん虜りこにするぜ。沖縄こなもんで検索。明日はもっといい日、その2。リューティーの日傘としとてるきなたけみが、パソコンやスマホなら全国、家、全世界で聞けるよ。すごいな。 FM ギノワンから生放送でお届けしています。お届けしております。ひがちゃんのツイキャスどんどん増えまして。お、本当？ムーさんがラーメン食べてくるって。あ、いいなお昼ラーメンにしようかないいね。そしてディスカスさんがムラムラムラって歌ってるこの CM 最高なんだね。これなんかいいよね、この歌と、あと癖になるアーチーって、うん、沖縄コナモンの歌を。あ、沖縄コナモンもいいな。お昼ご飯いいな。どうしようかな。この歌をうちの旦那が、宇宙人が歌ってました、うん癖になる味とムラムラムラ歌ってた。びっくりした。旦那さんが聞いてるこいつって思った。旦那さん癖になっちゃった、うん、癖になって知らんけどいろいろツーキャスもありがとうございます。ありがとうございます。いや、やっぱりさ、うん、生放送だから生でツーキャスとか来ると嬉しいね。嬉しい嬉しい、ね、楽しいね、うん、ブラックガラサーさんに一言来てますよ。ムーちゃんが何何、うん、ダンボールも好きって。ああね、思うよね。自分もさ、どっちかっていうとダンボールの方が好きでしょ、うん、なんでか、なんでか、なんでね、あのさ、カバンに入るのよ、スッと、まあその様子はね、先週の金曜日の YouTube で見れますので、うん、 そうだね、そのラジオも聞いてやってください。先週じゃないよ、第3週だから。あ、第3週、いや、1ヶ月前だ。1ヶ月前ね、うん、まあどうでもいいかもしれんけど、うん、あれ探さなくてもいいよ、どうでもいいからどうでもいいからはい、ということで次行きましょう。それではこちらのコーナー、リューティーのメールボックス4番。それではリューティーのメールボックス4番のぞいていきましょう。かな？かなかなかな？わーお、今日のテーマはスポーツです。スポーツ、たけちゃんがね、あのスポーツマンだったってことが分かりましたけどね皆さんのスポーツの話もお聞かせください。はい、ひがちゃん嬉しい、初メール来ました。お、読もう。いきますよ、うん、リューティー会員番号229番、東京のポロロッカと申します。ポロロッカさん、ラジオでは初めましてです。日曜日の金具スクにお邪魔しました。あー、わかった。たけちゃんにどちらからですかと聞かれ、ついすいません東京です
と謝ってしまった気の弱いおじさんです本当だよ、なんで謝るばって思ったけど聞いてしまった自分も悪いのかなって思ってしまったすいません気の弱い人いたね口癖がすいませんなんだろ何でもすいません言ったらダメよ簡単に謝ったらダメよそしてすごい盛り上がりでしたね。学生さんのパワーもすごかったけど、ね、それを引き出すお二人の演奏もすごいし、何より曲が素晴らしいからだと改めて思います。あら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 、私の隣の席に座っていた大阪から来たお姉さま方は、はあ、いい声だねとおっしゃってましたよ。あら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 、捨ててしまった終了後は届いたばかりの会員証にサインをしてもらい、大変楽しいひとときでした。あ、わかった誰か。ありがとうございました。写真をお送りします。みんな楽しそうです。自分も盛り上がりながら撮ったのでブレブレですが、かっこ汗。さて17日のラジオ放送中は人間ドックです今ナウナウナウ、いい、人間ドックなんだ。人間ドックなんだ今。バリウムを飲んでぐるぐる回転しながら検査を受けてる最中かもしれません。楽しいことではないですが、健康のためなのでちょっと我慢しないと。悪いところがなければいいんですがね。そうだね、ということで、ね、大事ですよね人間ドック ね。東京のポロロッカさん、今人間ドック中でぐるぐる回ってるという、今ドック中ねドック中かいやでも本当に先週の日曜日の金具超楽しかった。すごかったね。たくさん写真撮ってくれてる。いい顔してるなみんなね。 あのさやっぱさ、学生、うんうん、パワーがすごいよね。エネルギーに溢れてるからよ。本当にみんなバカだったな。すごい盛り上がり。バカって言ったらダメだけど、バカだったな本当に。楽しかったね、うん、もう自分はもうダメ、もうアラフォーだからもう無理ついていけないよアラフォーだから。あー、だからか、金具のマスターがたけちゃんに終わってからなんか言ってたよね、ゆったりした曲を新曲にすればいいんじゃないってつい盛り上がっちゃうから、つい盛り上がる曲をやってしまうから ね。激しかったもんねこの日もね。あー、もうやばかった。でも YouTube ちょっと撮ってくれてたんじゃないマスターが。あ、ちょっとね、あ、そうかそうか、ね、Facebook でこの様子がちょっと見れるかな、ね、うん、私は見てないんですけど怖くて見れない。面白かったよ本当に、うん、面白かった。東京のポロロッカさんありがとう。これからもメッセージ待ってるよ。人間ドックの結果も聞かせてね。あ、よかったらね聞かせてじゃあこちらいいですか。はい、北海道の船長です。ありがとう北海道から。たけちゃん、ひがちゃん、ギノワンスタッフの皆さん、リューティーファミリーの皆さん、おはようございます。おはよう。スポーツといえば、うん、香ばしい思い出があります。気になるね、香ばしい思い出って何。高校の体育、うん、柔道の時間に男子学生60人で試合をした時のこと、うん、はい、私は小学生から柔道を習っていたので優勝候補の一人。おー、いいね。寝技が得意でした。寝技。準々決勝でのこと、私は、あ、相手は私より10キロも軽く楽勝パターン、うん、試合開始1分、相手を転ばせて、うん、けさ固めで抑え込みました。なんでその名前、けさ固め。これで勝つ、ん、これで勝ったと思ったのですが、うん、思いのほか相手が暴れたので力を込めて締め付けましたわお。この時、うん、固唾を飲んで見守る60人の青畳の真ん中で、うん、という音。そうです、私は大観衆の真ん中でおならをしてしまいました。うややおまけにひどい匂いつきマジでこんないい場面でおならか、いいな。相手は本当に必死でもがいて逃げるのでまた力を込める。その度にブッブッブッと止まらない。観客は腹を抱えて鼻をつまんで退散。試合は抑え込みで私の勝利でしたが、絶対嘘、抑え込みじゃない、おならで勝ってるなこいつ。審判の先生は、うん、無情にもお前反則負けだよと宣言。未だに納得できません。たけちゃん、ひがちゃん、どう思いますか。それから2日後私は彼女に振られました彼女見てたのいやあ、面白い。いやこれはさ反則負けだわ。うん、別におならするのはいいかもしれんけど、匂いがなかったらいいさね。匂い付きでやってるからね、反則かもな。まあそうだね。でもなんか技として認めてもいいんじゃないそしたらみんな臭いもん出るように食べるよ前日。じゃあ別に匂いがないようにあできるのであれば、うん、ブッ
っていう、ね、音でさ笑っちゃうじゃない。笑ったら人って力入らないじゃない。でも技の一つとして認めてもいいかもね。さらに暴れたんだよ、うん、これは臭いからよ。暴れたのはあの必死だったね、逃げるのに。あの寝技寝技からの、うん、逃げるじゃなくて、うん、匂いからの逃げる、うん、匂いからの逃げる、うん、この相手もね試合放棄したかったと思う。そうだよね、もうどうでもいいから、あの、負けていいからお願いみたいな。負けていいから助けてください。でなのにみんなもう帰ってるんでしょ。退散。いやー面白い ね、 思い出ですね。伝説持ってるね。伝説だね。しかもちゃんとオチもついてるっていうのがいいね。彼女に振られました。2日は待ったんだよ彼女、うん、2日は耐えたんだよ。2日後やっぱダメだった。やっぱり2日後思い出したんだろうね、あの時の試合、うん、やっぱこいつダメだっつって。うちの彼氏さ柔道の試合でおならで勝ったんだよ。言えないよね。いやかっこいい、こんなの面白いやつさ、伝説持ってる男はいいよ。後の伝説だからね。その当時はもうそれはすごいもんよ、うん。自分のチャック開いてたのと比べ物にならないぐらい恥ずかしい。そうかな。あー面白い。北海道の船長さんの、はい、本当に今日はいい日だね。ねえ、あのツイキャスなんですけど、ジャンキーさんが、うん、私は新宿で3分1000円で元ボクサーと戦いダウンさせられました。何かしてました、何かしてましたかと言われて、ブルースリー講座してましたと言い、パブの名刺をもらいましたよ。意味が分からない。どういうこと？は？どういうこと？3分1000円で元ボクサーと戦いダウンさせまして、あ、ダウンさせたんだジャンキーさんが。へえ。ブルースリーの講座をしてた。へえ、そうなの。え、ジャンキーさん何者？前回はなんか俳優夫人のスタントマンみたいなのやってなかった？何だった？あ、そうなんですか。アシスタントじゃなくて何だった、これ。なんかやってたよな。へえ。すごいね。すごいね。強いんだ。強いんだ。ジャンキーさん強いけど感情は喜怒哀楽激しいのが弱点って。そうなんだね。落ち着いてね。何でも腹八分でいこう。あ、いいね。面白いね。面白いね。ジャンキーさんありがとう。はい、次いきます。お願いします。ビューティーネーム会員番号103番のんぺです。のんぺさん。ビューティーのお二人さん、体調いかがですか？体調いいですよ。今日のテーマスポーツですが、一番好きなスポーツは長年しているバスケットかな。あ、その魅力はシュートが入った瞬間の気持ちよさ、これに尽きるかな。わかるかも。わかる。あなたわかる。わかるかも。あなたわかる。あのバスケットの網にスポンって入る瞬間って気持ちいいんじゃない？あ、入れたことある。ある。あ、ある。小学校の授業でバスケットなかった？ありましたよ。あの時みんなでやったんじゃない？あ、そっか。 あの時はスタメンだったんだ。違う違う、スタメンとかじゃなくてみんな選手できるさ、なれるさ。あ、なれたんだ。なれるさ。あ、授業だからね。授業だから、うん、授業だからバスケットに入れる練習もするさ。その練習で入っただけの話で、試合ではもう自分すぐ囲まれてボール取られる、そういう役。それいや、それ役とかないから、それ。だから誰も自分にボール回さないみたいな。それいうの役って言わないよ、うん、あえてやってます的になっちゃうから、役ってなるとね。そうじゃないでしょ、うん、取られてたんでしょ。取られてた、うん、取られてたけど、一応練習でスポンって入る快感はわかる、うん。高校生の時はフリースローを連続で20本入れていたのにねって。やるね、のんぺさん。すごいね。あとは草野球を少しだけしてましたが、打つのが大好きです。ヒットを打った瞬間が最高です。逆に打てないとへこみます。そんな時にリューティーの歌が聴けたら最高だったのにね。本当。ということで、またメールします。バイミーです。やっぱスポーツマンだね。ね、うん、でもわかる。ヒット打った瞬間ってすごい気持ちいい、バットで。あ、ヒット打ったことある？あなた。ヒットはないけど、こう打つ練習でこう打つ快感は知ってる、うん。ヒット打ったことないのに、なんかさも誇らしげに今言ったんだ。打つ瞬間の快感は知ってる。ああ、なるほどね。ヒット打ったことはない、うん。じゃあのんべさんとは違うね。ヒット、うん、違う。反省してください。はい。ヒット打つ場面がなかったもんだって。ああ、そっか、試合に出て出てない。ああ、ないのか。出れない。それはしょうがないね、うん。出たら打ってたけどね。そうだよ、出てたら打ってたんだよ、うん。
出してもらえなかったからね、それはしょうがないよ、ね、先生が忘れるからね、さあそれは悪いわな、先生が悪いですね、はい、ということでのんぺさんのパラオフ、あーでもスポーツ、なんでこのスポーツが好きかっていう理由いいね、あそうだね、あちょっと急ぎで1個いいですか、うん、こちらも一緒かな、兵庫のシーサーさんです、お今回のテーマスポーツということですが、スポーツに関する思い出でお話しさせていただきます。大学の時に空手をやっていて、うん、大会も近づいていた時の練習のことです。組手といって相手と対戦する練習中でした。私が相手の顔面に突きの攻撃を仕掛けた時に、相手も攻めて前に出てきたのです。私の拳が相手の口元にもろに入りました。その瞬間右手に激痛が、拳からは血が流れ、相手は口から血を出して倒れていました。痛い。お互いに病院に行ったら、私は拳の骨が見えるぐらい切れていて、6針縫って全治1ヶ月、ちなみに相手の方は前歯が2本折れていて、治療に20数万円かかったみたいです。かっこ前歯は保険が効かないため、結局2人とも後日の大会には出れませんでした。こんなスポーツの痛い思い出でした。うわ痛い思い出、そうだよね、スポーツやってたら絶対痛いことあるもんね。いやこんなに流血痛い。前歯皆さん大切にしようね、高いんだね前歯ね。あ前歯保険効かないみたい ね。なんかさ空手ってさ、うん、あの組手をする気がなくても入っていけるじゃない、肩とかの練習とか。あそうだよね、だからさ、うん、親御さんがさ、うん、あ親がさ、うん、子供にね元気な子になってほしいって言って空手を習わすじゃない、いるはずね。だけど組手をやるつもりじゃないんじゃない分からん。いやだって肩でさこうやってハーハーハーとかやって元気な子に育ってほしい、うんうんうん、でも実は組手結構メインだったりするからさ。そうなんだ、空手やったことないか分からんけど、それ痛いね。痛いよね、前歯2本。前歯も痛いけど握りこぶ拳に前歯が刺さって流血。うわあ、お疲れ様です。今拳は大丈夫ですか？大丈夫大丈夫大丈夫、ね、この前握手したから本当大丈夫だった。あーもう一つ、あもう他にもあるけどもう一つだけいける？え急ぎね。リューティーネーム北海道のキャプテンです。キャプテン。スポーツは全く縁のないキャプテンって。一応ハマったスポーツは雪国ならではのスキーくらいかな。あーいいねー。いいな、スキー一回もやったことないけど15年ぐらい滑ってないので、今は初心者コースかな。あ初心者コースじゃないと無理かも。ボードも一度だけ体験あり、しかしボードは横向きのままずるずる滑り落ちることしかできなかった過去笑い。怖くて縦向きにかっこよく滑るのは無理なことが判明して終了。ひがちゃんにボードを教えてもらおっけね。にやさて本日はたけちゃんの旦那様電話出演で、たけちゃんの得意料理を教えてくれるのかな、ドキドキと来てますか。残り1分だけど電話してみようか。大丈夫大丈夫、この間あの先週のラジオ聞いてなかったっぽい、このここの部分。あそうなんだ、よかった。エアコンでお願いしますよ旦那さん。いいよ、うん、出しますからね。でもスキーやってみたい、自分一回もやったことない。すごい楽しかった。楽しかったけどすごい痛かった、うん、スタメンにはなれなそう。まあ沖縄の人はスキーとかスノボに憧れるよね。降らないから ね、雪がね。そんな感じで今日もうこれだけしかできないんですけど、はい皆さんたくさんのメールありがとうございました。来週のテーマどうする？さっき言ってなかったっけ？さっきなんて言った自分？ね、誰か教えて。思い出そう。思い出そう。思い出したら書きましょう。うん、オッケー、分かった。思い出そうね。ということで皆さん、あ、お知らせ。はいはい。私の義理のおばあなんだけど、うんうん、素敵な沖縄芝居の女優なんですよ。おう、これ3月17日ぜひ来てほしい。最後のステージかもって言われてる。85歳だよ、あそうなんだ。それでは皆様で今日はいい日、明日はもっといい日。お相手はてるきなたけみとさとしでお届けしました。またやー、来週金曜日。ツイキャスを最後までありがとうございます。盛り上げてくれてとっても楽しかった。来週のテーマ忘れたんだけど、皆さん誰か覚えてる人いないかな。覚えてたら教えてください。ということで、さっきちょっとしか言えなかったこの沖縄芝居なんですけど、名前がさ瀬那覇貴子さんっていうんですよ。
砂畑貴子おばあは私の弟のお嫁さんのおばあ難しいね。とりあえず私のおばあです。彼女が18歳からさ沖縄の芝居ずっとやってて、今はもう先生として沖縄の芝居の伝統としてこういろんな人に教えてるんですけど、85歳になるから大きい舞台をやろうって誰かが用意書してくれて、この大きい舞台をやります。3月17日の日曜日、国立劇場沖縄っていうところでやるんですが、前売りが5000円、ちょっと高いけど絶対価値のあるライブだと思うわけ。あ、ステージっていうの、なんでって言ったらさ、もうカギアディ風とか沖縄芝居のこのメンバーがすっごい豪華なわけ。玉城流の家元さんが踊るからね、なかなかこの値段では見れることのできない沖縄芝居とか踊りとか、あと地方さん三振の人もすごい有名な徳原誠文さんとか、若手の中曽根はじめさん、あと笛の沢井真理子さんもめちゃめちゃ有名なので、ぜひ皆さん遊びに来てください。チケットは一応プレイガイドで買えるんですけど、私も行きます。私に直接問い合わせてもいいんで一緒に行きましょう。砂畑貴子の85歳祝賀会記念公演、沖縄芝居もいいよということで、来週のテーマ間違い、来週のテーマはたまちゃんが教えてくれました。間違い、言葉の間違い、聞き違い、何、理解間違いじゃあ言葉の間違い勘違いって書いてあるじゃんけんさん、どっちだろう、テーマ違い言葉かっこ、あ、言ってたはず。あ、じゃあ勘違い、アップルポンさんの勘違いかっこ言葉っていう風に題しようかな。一旦終了してます、これ。じゃあ閉じます。